キーパーが1番横山、そしてフルバックは2番片山、3番岩本正勝、4番鈴木、5番スイーパー鎌田、6番の小木、ハーフ陣は10番の八重樫、そして8番の宮本照樹、前線は7番の渡辺、9番の玉本、そして11番は杉山。攻め込まれます。日本危ないところですが、よく逃れました。クリアしました。逆になりましたね、はい、さあこれでまた長いパスが日本ゴール前です。丁寧にクリアしませんと、ちょっとした隙がありますとフェイクから弾丸が出てきますからね、はい、さあ渡辺につなぐ日本の攻撃です。注目しましょう。アーセナルチームの方はちょっとメンバーお待ちいただきましょう。ゴールの奪い合い、ちょっとゴールを取られました。思い切ってぐーんと走り込みます。交差いたしますようにして、バックナンバーがついておりませんが、これがシモンズです。ゴール前に1人突進いたしましたが、合いません。センターリングのボールは合いません。ちょっとしたミスも許されない。ここでアーセナルボールのスローイン。そのアーセナルチームはゴールキーパーがウィルソン、フルバックはストーレーが出ておりましたが、ご紹介してましたように主将でライス、3番がマグナル、4番がマクリントック、キャプテン、5番がニール、ハーフは6番シンプソン、7番がラドフォード、フォワード8番にコート、9番ジェンキンス、そして10番のゴールド。ポイントゲッターが退場してシモンズ。危ない、一本ゴール前、危ないところです。3番のマクナブ、この人が初出場でございますが、ゴールの左の隅に待っておりました。そして11番がアームストロング。主審が浅見さん、先審が安田さんと佐藤さんで、7時2分にホイッスルが鳴っております。時計の針は今35分を経過しております。ここでアーセナルチーム6本目のコーナーキックですが、合いません。入ってしまいましたね。ちょっと今のは鋭いヘディングというよりもですね、バックスとキーパーの何かこうパパッと開いた穴を狙われた感じですね。そうですね、キーパーが掴んで取れなかった、はい、その後ヘディングと転がされたボールを、はい、スー君が蹴ろうと思ったら当たらなかったんですね、その後に宮本君がゴールの中から折ったんで、むしろ後ろに任せてクリアさせた方が良かったんでしょうね。時計の針は大時計35分30秒。ヘッディングシュート、ちょっと意外な点だったんですね。そうですね、点らしい点ではありませんが、はい、とにかく2対0になりました、はい、しかし平木さん、今日のね、はい、アーセナルチーム投手というのはすごいもんですね。ですね、もうちょっとのあれも逃さないと、しませんね、はい、さあ日本ゴール前で手を挙げている鎌本、ゴールが合いません。ゴール前には渡辺が待っています。選択肢の1点とは逆。アーセナルチームはゴール前に日本が殺到しますが、クリアされました。もう1回、今度は左に振ります。そして杉山、ちょっと相手が合いませんが、思い切ってシュートを打ったか、あっとです。左へ切れました、杉山のシュート。日本は5本、その倍のアーセナルは10本のシュート。得点は2対0。前半28分、ジェンキンスが決め、35分30秒、ヘッディングシュートが決まりまして、2対0とアーセナルチームが優勢にゲームを展開しております。もうこれ以上はやれないですね、やりませんね、はい、もうこうなりますとですね、はい、福岡のゲームが終わった後に、はい、長沼監督が守りは一応できたと、はい、いかに点を取るかなと、はい、いうことを言われておりましたが、はい、日本チームとしてはどうやったら点を取れましょう。そうですね、やはりトップの川本君をうまく生かすということですね、はい、それとやはり効果的な、バックからの攻撃支援ですね、はい、片山君が出た時とか、そういう時は非常にいい形になってますから、そうなんですね、その辺をうまく出さないとなかなか点が取れない。なるほど、はい、トップの3人だけでは勝負にならない、なりませんね、はい、また日本ゴール前フリーになりました。シュートを切っていた、はい、それと、まあ、腰を痛めたと、はい、いうことがあると思いますけども、はい、ちょっと精細がね、今までの国際じゃないから見ると精細がないですね、はい、さあ赤いユニフォームの速攻です。おーっと、これは開けるぞ、シュート入った、入りました。3点目、マクリントップのシュート、キャプテンマクリントップシュートを決めました。しかしそれにしてもいいセンタリングでしたね。3対0、意気揚々と帰りますキャプテンマクリントップ。今
年28歳、今シーズン初めてキャプテンに選ばれました。シュートそのものは強くないですけど、はい、非常にこう巻き込んだようなところで、キーパーの取りにくいボールですね。そうですね。いいコースでコントロールされてますからね。じゃあ一瞬、9番のですね、ジェンキンスが、ね、危険だと思ったのはですね、ちょっと鈴木がマークを開けすぎたんですよね。あー、なるほどね。あれはもう思い切ってやっぱり体をくっつけていくべきだと思うんですね。またこの辺、長い縦パスで攻撃を開始します。だから手数をかけてますと、守備が高くなる一歩ですからね。そうですね。早くやはり、なかなか鮮やかなところですね。ライス左に振りました。この辺りでゴール前、日本今度は危ない。クリアライスは大きく、8分半を指しております。4対0。シモンズですね。長身の無印がシモンズ。しかしあれですね、シモンズは福岡で点を叩き出すヘッディングシュートで、気をよくしてますね。そうですね。非常に彼の気をっていうのが当たってますね。ますね。さあ、反撃に移るか日本。得点は4対0。いいタックルです。しかし、ボールはまだコロコロっと転がって、コーナーフラッグ付近で日本ボールスローインです。小山君にタックルしたアームストロングね。はい。彼らは本当に全員攻撃、全員守備、常にやったパーツでやはり守備の能力を十分備えています。11番がそのアームストロング、むしろこの人あたりはアームじゃなくてレッグスじゃないですか。レッグスストロングの方がいいかと思いますかね。ああ、ここで選手の交代のようです。12番の選手がすでに待機しております。クトール倒れ、ゴールドすでにまた前半で戦列から姿を消しております。ここで12番の選手が出てまいります。ライスに変わりますか。ライスに変わるようですね。そうですね、そうですね、はい、見てみる交代のライスに変わって12番、右左交代しますね。そうですね、左の方に大きく12番の選手が移動いたしておりますが、メンバー表にはバックナンバーとそしてその選手名とが記入されておりません。あるですね。ラトフォード、そして右にずっとこれは熱い、はい、ほとんどギリギリいっぱいの展開です。逆は逆はどうか、ね、そうですね。いや今チャンスか、チャンスか、いやー、ちゃいません。ボールを送りました。スルーになりました。11分です。4対0の点差が開いているゲームとは思いませんでした。しかし元々から、最後まで力抜きませんからね。抜きませんね。ゴール前にボールが行きます。シモンズが待っております。そしてその後ろにはアームストロングが待っております。左から右に攻めます。アーセナル、右から左に攻めます。白いユニフォーム、ブルーのユニパンツを履きました日本チーム。前半はアーセナル3点、後半は8分、シモンズのクリーンシュート決まりまして、合計得点は国立国であり1960年に独立いたし